演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、関西食堂海鮮スピッツを短期間明太マヨネーズを食べたいと思います。あー、これこんなものもあったんですね。見た感じ巨大なカニカマみたいな印象なんですけど、それでいいのかな。開くのはここか。中身こんな感じで、やっぱり巨大なカニカマみたいな印象ですね。まあ食べてみればわかるのかな。ではいただきます。やっぱり食感もカニカマですね。だからちぎれるっていうような感じではないんですけど、味もそんな感じです。で、中に入っている明太マヨソースがちょっとだけピリッとした刺激を与えてくれますね。カニカマ好きな方にはおすすめできる商品ですね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。自分はカニカマは、まあ、嫌いではないのですが、そこまで好きっていうことでもないので、このぐらいかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。